どうも、映画トークチャンネル余計なお世話でーす。みんな再生してくれて、ありがとうねー。なんで俺が言うんだよ。私、映画紹介忍者ガモンの斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。はい。ゲストが来てます。この人です。おーい。またどうせ編集でここで切るだろ。全部使え。モザイクかけるな。おい。あんこです。パニュン。はい。はいじゃないよ。やかましいわ。ということで今日はお久しぶりのモンパニー映画制作計画来ました。はい、はい、ということで久々に2人での、会になります、うん、はい。ということで、うん、今日はまあ、おかげさまで皆さんたくさん脚本を送っていただきまして、その様子はドキュメンタリー見ていただきたいんですけれども、その中から、まあいろいろあって、この方にお願いしようかといろいろある中で、まあ、取り急ぎ皆さんに伝えたいこと、モンスターが決まりました。ようやく。はい。来たよ。あんこさん、はい、発表お願いします。これは、あんこちゃんまだ言っちゃいけないんですよ。ダメなの？おい、ダメだよ。かかったな。いや、ダメだよ、まだ。ちょっと待って、打ち合わせもなんか、やばいやばい。誰やってんだよ。そのマジで。こんな変な、はめ方ある？言ってくださいって言って。いいのかなと思って。ダメって言ったじゃん、まだ。ふざけんなよ。ああ。もういいのかなって。白石監督に言うよ。うわ、最悪だ。言っちゃおう。おい、ほんとこの映画出させない気だよ。最悪だよ、ほんとに。いや、すいません。まだ。なんだよ。どっちなんだよ、マジで。いや、まだダメだよ。あ、ダメやろ？まだ言わない。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。で、なんでかというと、これも白石監督とも話し合って、はい、もう決めたじゃん。決めた。本当に。で、決めたんだけど、これをただ発表するだけになると、ちょっと違うと。はいはい。デザインとか、そこも含めて発表した方がいいっていう。なるほど。ことになったんですよ。でももう変な話、全部できてからというか。まあ、そうだね。だから、ビジュアルを作ってから、プロットが今なんとなくあって、案がね。できました。初稿がね、うん。で、これすごくいい案。いや、いいよ、できたんですよ。3人で考えて、うん。で、その上でモンスターもこれだってなってるんですけど、うん、これをただ単に、例えばカバです、クジャクですとか、クマですとかっていうよりは、ビジュアル大事ですねって今なってるんで、うんうん、その、要は、なんていうかな、こういうデザインでいきますみたいな。はいはい、それと同時に発表したいんですよ。なるほどね。なので今日は、皆さん、ちょっと発表、これまで募集してなかったゾーンで、はいはい。いや、その、クリーチャーデザイン。ああ、はいはいはい。ができる方。ああ、もう、いよいよちょっと一歩先に。そう。なるほど、デザイン。デザインをちょっと決めたくて、うん、なので、その、デザインをやりたいという方募集したいな、という。なるほど。一応ね、一人ぐらい今までのメールであったんですけど、はいはい、ただほら、カバー、既存のね、動物だから、うん、そのデザインとか特にいらないんじゃないかな、みたいな、なんとなくあったじゃん。そうね、もうほんと、ジョーズみたいにね。そうそうそう。サメドドンみたいな。そう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 。はいはい、もうサメならサメまんまじゃん。うん、でも、決まった動物、なんですけど、オリジナル動物じゃないです。はい、ちゃんと既存のみんなが知ってる、はい、みんなが知ってる動物なんだけど、はい、ちょっとデザイン必要だな、と、うんうん、いうことになったんで、うん、募集をしたい。はい、なので、ちょっとメール、新しいアドレスも作ってあるんで、そちらにちょっと、私、絵描いてますとか、はい、漫画やってますとか、うんうん、あと、本当にそういうお仕事してますって方、ちょっと、いただいて、うんうん、で、その方たちを集めて、うん、その人たちに一旦今回、こういう事情で、こういうことで、こういうモンスターになりましたっていう、説明会をさせていただくんで。なるほど、はい、そこでまたそれを発表して。そうです。で、皆さんが、あ、なるほど、それになったんですね。はいはい、じゃあ、こういう風にしていきましょうかっていう。なるほど、はい。にしたい。じゃあ、今回募集するときに、うん、私はこういう感じの絵のタッチが描けますとか、それは、おっしゃる通りです。いります。いります。ポートレートを、今までの加工。はい、はい。これ公開はしないので、うん、結構今まで送ってきてくれてる方も、はい、この私の過去の仕事、これ公開しないでくださいみたいなのもあるんで、はい、もちろんしません。はい、なので、はい、ただ、どういうタッチで、うん、どういうことをされてきたかとかは、うん、もちろんちょっと知らないといけないし、そうそうそう、あと、スパイが、もしかしたら。そう、俺、僕もやっぱそこは気になりますよ。本当は何も書けないのに、やりますって言って来て。は、う、い、ん。で、我々が動物だけ聞
き出して、はいはい、いなくなっちゃうみたいな人もいるかもしれない。もうじゃあそれをパクられる可能性もこっち側がありますしね。いよいよそういう世界になってきます。そうですよ、本当に。なので、はい、本当に、口が硬い。漏らさない方。なんか、いや、大事なんですけど、はい、なんかバカみたいなボスですね。内緒を守れる人。これマジで大事ですからね。はい、来てほしい。そうですよ。だもしかしたら、ちょっと監督とも相談して、うん、この方に声かけしましょうかとかっていう、はい、ちょっともしかしたら選別、選ぶ、はい、選考時間にはあるかもしれないんですけど、うん、ちょっとこれすごく大事なんで。めちゃくちゃ大事よ。で、僕、ちらほら言ってるんですけど、この資金を集めるためのグッズ作りとかさ、うん、クラファンだのとかしてるじゃん。うん、僕ね、ソフビ作りたいのよ。フィギュア。そう。なあ、いいね。ちょっと理想じゃない。はいはいはい、はい。嬉しいじゃん、そういうの。まあね、サイズもいろいろ作ったりとかね、できたら。だから、そういう意味でもだし、今回の我々が決めたアニマル動物的に、はい、ちょっとデザインによるなーもあるじゃん。いや、結構大事だよね。でしょ？いや、結構大事だと思う。デザイン次第でこの映画の面白さというか、クオリティにかなり関わってくるパートになると思ってるんで。はい、そうね、だいぶ一個としてのキーはでかいですね。そうなんです。だから超大事な回になります。なので、ちょっとぜひ、メール募集しますので、お願いします。そうですね。はいっていうのと、あと、うん、それに近いっちゃ近いんだけど、はい、VFX、SFX、はい、できる方？いわば映像。はい。もうちょっと再募集させてください。あ、なるほど。もちろん今もいるんですけど、うん、さらに加えてっていうか、まあ今まで、そういう特殊効果的な人っていうに限定的な募集しなかったんで、うんはいはいはい、ちょっとその、欲しいなという、はいはい。で、もう何人か集まっていただいてるんですけど、うん、さらにその上でっていうね、うん、感じで、ちょっと、メールをくださいと。はいはい。なので、宛先、表題に、CG できますとか、うん、絵描けますとか、はい、クリーチャーデザインしますとかっていうのは書いていただいて、うん、お名前と、はい、自己紹介的なやつと、うん、あと、ポートレートね。一番大事なのは、その過去のお仕事とか、はい、過去こういうことやってましたをつけてもらえると、はい、大変助かりますので。はい。はいよろしくお願いします。お願いします。お名前を書いてくださいよ。そうですよ。サイトに送ってきたメール、なんかちょっと覗いたんですけど、お名前ない人いたんで。お名前は入れてくださいね。特にこのチラシくださいの人ね。うん。本当お願いしますよ。はい、それはさすがに。最低限のやつは。最低限なんで。はい、すいません。なので、ぜひ名前はそれは入れてほしいですね。さすがに。入れてほしいので、ちょっとその2つ。はい。ただ、ごめんなさい、言えなくてね。言えないんですけど、これは事情があるんで、はい、後で言い訳しますので、なんで言えないかは。はい、あ、はい。詳細はね。まあ、ていうか、わかると思う。これになりましたってどっかで発表するじゃん。はい。その時に、あ、そりゃそうよね。はい。ここの、なんか2人の軽いノリで言って、うんうんおーとはなんないよね、うん、みたいなのも分かってくれると思うんで、はいはい、取り急ぎちょっと、デザインの。はい、ただ、話はだいぶ盛り上がって、面白いってなってますから。ね、はい、それこそ、白石監督とか含め会議した時、はいうん、めちゃめちゃ盛り上がりましたね。めちゃくちゃ盛り上がって、そのまま焼肉行きました。そうだ、僕ちょっと行けなかったんですけど、そのね、予定あっちゃうね。そう。これはいけんじゃないですかってなったんで。いや、ちょっと楽しみですね。はい、なので、ぜひご期待ください。はい、ということで、皆さん、たくさんのお便りお待ちしてまーす。さよならー。さよならー。お待ちしてまーす。